はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイデマカシの後藤です。今日は、ブリーチを使わないで、グレージュのカラーをちょっとメッシュをちょっとやっていこうかなと思います。軽めの方がモデルさんつきそうなので、ちょっと今広がってるのをちょっとタイトにして、全体に立った時のバランスがもうより良く見えるように、ちょっと裏技を使って、シルエットを変えていきます。前髪がちょっと軽くしたいっていうことなので、前髪をシースルーバングにする、まあ線にもちょっと軽めなんですけどシースルーバングにするような感じで、進めていきます。カットと、今日は、ブリーチをつかないメッシュとあとカラーなのでだいたい総合の時間で言えば1時間30分で今日は終わらせます。今からですね。カットラインがまずバラバラなのとあと毛量のテイクセニングっていうのをやって、より立った時のシルエットが綺麗になるように、頭をこうちょっと小さく見せるというかそういう感じの、カットしていきます。で、テイクセニングすると何が違うのかっていうとこの毛が本来こういう風に広がってるのをこっちに入ってくれるんですね。テイクセニングするとこういう風に入ってくれるんですね。これはテイクセニングのポイントでこういう風になってくれやすいカットラインを実は作れるんですね。そうすると小顔効果が出たりとか、本当バックシルエット自体がもう思いっきり変わるので、すごく有効な裏技かと思います。